ゲストのチャンネル。皆さんこんにちは、一栄さん住職の豊島です。ですね、マーシーさんからちょっと質問をもらいまして、なんか、お寺にある仏具、はい、まあ、いろいろ買ったりとかね、もともと何もない時知ってるじゃないですか、はい、いろいろ買い揃えましたよ、まあ、もらったものとかも含めていろいろあるんですけども、はい、仏具ってどこで売ってんのっていう話で、いや気になってしょうがないんですよ、うん、お店で売ってるものって、まあ、ないことないんですよ。仏壇屋さんとかにお寺向けのものを置いてるところとかっていうのもやっぱ多少あるんで、たまに、うん、なんとか仏具店っていうのも見たことがあるはあるので、そういうところなんだろうなとは勝手には思ってたんですけど、うん、ちなみにですね、お寺で買うものって大体どれぐらいですかね、 90% 以上、はい、通販っす。通販あるんですか。ディノス的な、ありますね、ディノス的なカタログがあって、はい、A のナンバーとか、はい、D のナンバーみたいな感じで、まあ、はがきとか注文表みたいな、そうです、はあ、で送っていくじゃないですか、はい、でそれ後日届くわけです、はあ、で中に請求書入ってて、まあ、いくらです、で振り込んでくださいとか、いう感じで買うんですよ。へえ。仏具基本的には通販です。あとは、その外商の人たちが、その営業っていう言い方はあれだけども、はい、もう来て、なんかありますかって聞いてくるわけですよ。ないですって言うと悲しい顔をするわけですよ。わかります。別に仏具に関係なく、そういうのあるじゃないですか、セールスなんて言われる、はい、基本的にはその通販とかでなんか新しいの出ましたよとか、今までこういうのが新しい、新作こんな感じですみたいな、意外でしょ、新作とかあるんですよ。新作なんてあるんですね。このなんかちょっと極論だけどね、はい、この秋のトレンドはこれみたいな感じのなんか最近これ流行ってますみたいな感じで特集されてるようなものがあったりもするんですよ。例えば、はい、なんだろうな、例えば木魚とかもそうなんですけど、こういうの、はい、木魚とかもサイズがやっぱあるんで、だからサイズの多分何尺とか何寸とかってサイズがあるんですけど、の中の柄がこう流魚が書いてあって、魚でとかっていうのが、これが流になってる絵なのか、はい、魚寄りのやつなのか、そもそも魚っぽい形してるとか、はい、だからいろんなその仏具店によっていろいろあるんですけど、そういうのの一覧表みたいなのがドゥーンってあって、木魚だけで2ページ3ページあるみたいな、木魚特集みたいな感じ、特集っていうかそういうページがある、ページだけで、で例えば数珠とかっていうのも、はい、例えば、水晶仕立てで作ってるやつで、玉の色ここが変わったらこうですよみたいな、料金表みたいなのバーンって乗っかっててみたいなやつがあるんですよ。だからたまたまその内容が仏具ってだけで、いわゆる普通のゲームスとかの本当にカタログと同じような感じなんですよ、はいはい、こういうなんか机とかまだいろいろありますけど、これも例えば足が長いとか短いとか、はい、色が赤いとか黒いとか、はい、でそれぞれで金額があってみたいな、あこれがいいなあれがいいなみたいな感じでやると、うん、で実際にそれを会社の人と直接やって買うっていうパターンもありますけど、基本的には全部物が分かってる人、はい、例えばこの京机が欲しい、うん、で何尺のもの、何寸何尺のものとかっていうサイズが分かってて、でそれでも何個欲しいとか、例えばこれを修繕したいとかっていうやつは外商の人電話かけて来てもらってとかっていうような感じでやるんですよ、うん、なんですけど、うち基本的にはあれ仏具屋さんなのかないや、もう結構付き合い長いんですよ、はい、付き合い長いんですけども、はい、今だけ何屋さんなのか分かんないっていう不思議な会社があるんですよ、はい、よく知ってると思いますよ、ね、そうですね、メモリー大好き、みんな大好きメモリー大好き、みんな大好き、それ言えば何のことだと思ってますよね、いつもまあそうですね、YouTube そういう感じなのかなってメモリー大好き、はい、会社ここっていうか会社の名前これなんですけど、メモリー大好き株式会社、はい、非常に不思議なお店でして、はい、なんか金額設定が合ってないような感じっていうで本当にお世話になってて、いろんなもの、で宗派関係なく何の宗派でも全部やりますと、はい、で小回りが効いて、本当になんかいろいろこう柔軟に対応していただいて、だいぶ不思議な注文とかも受け付けてくれ て、でうちの祈願札とかのデザインとかも最初このお願いをしてとかって、まあ、今最終的にはちょっと違うところ頼んでるんですけど、はいはい、例えばこの、主戦、はい、僕らセンス持ってますけど、これ主戦っていうのも本来ここのところになんかデザインが入ってるんですけど、はい、解散への関係でちょっと特殊なものを作りたいということ
でお願いをして、こんな感じのものを、作っていただいて、はい、ここにキャカラバー、キャカラバー、はい、上州はあまり書くことないですけど、キャカラバー、これは陶場の上のところ、上州だったら生身だとずっと書くことが多いんですけど、はい、キャカラバーって、で当日結構真言宗の人とか他の宗派の人たちが、開催に来ていただいたので、その時に引き物として作りましょうと言った時に、はい、どの宗派でも、使わなくないかなっていう感じのものにしたかったんで、うん、間取ってそのキャカラバーって言われるものにしたんですけど、はい、そんなものを作ってくれたりとか、多分普通にこんなものないんで、うん、これ特注でこういうの作ってくださいなんていうのも全然柔軟に対応してくれるっていう会社です、はい、一応仏具専門でやってる専門でやってる、え違うな、仏具もやってる石屋さんなんですよ、はい、うん、そうです、一応僕の認識の中では石屋さんです、はい、石屋さんで仏具もやってて、オリジナル T シャツとかも作れて、はい、御朱印のハンコを作るのが得意、うん、あと何ですかね、A の B フォーム、はい、あと当然石屋さんで納骨とかできます、はい、あと葬儀も全部できるのかな、なんでなんだろう、これできますかって聞いて、はい、できないっていうふうに言われたものがあんまないんですよ、うん、3D デザインを作るとかそういうのは無理なんで、はいはいはい、だから、お寺の、本尊さん、はい、例えば阿弥陀様とか千手観音とかいますよね、はい、2メーターぐらいある千手観音こいつだからどっかに押されたとか言ってたんで、ものすごいでかい、本当に千本手があるやつ、はいはいはい、本当に千本ないんですよ、大体千手観音って、そうですよ、なんか一つの手でなんか10本10とかあって、マジで千本あるやつで基本的にメモリーライフ再三度返しってところありますからね、そうですね、なんかよくわかんないんですよ、差し上げますっていうことをよく聞く、何はともあれなんですけども、はい、このメモリーライフさん、うちはもう全面的にお世話になってまして、はい、仏具関係のもの、その例えばこういうバゲさんとか、はい、こういったものとかを作るとか、はい、もう大体お寺に関わること、お寺にまつわること、大体何でも対応できます、うん、できないことを何があるのかなっていうぐらいなんで、だから、例えばお付き合いのある仏具屋さんとか、その法医店とか、どうもとか、そういうのいろいろ、わかんないですけど、なんであっても、一回聞いてみると、できますよっていうふうに書いてくることが結構あるんで、はい、やはりできないことはできないってはっきり言われるんで、うん、お仏壇とかも、なんだかよくわかんないけど、すごく安い金額で持ってきてくれたりとかっていうふうにしてくれる、すごく不思議な会社でして、はい、もう全面的にうちはお世話になってますので、はい、何かこう、仏事関係のこと、うん、仏具とかそういったことでお困りの方とか、はい、ちょっとこの金額金額しんどいなとか、仏壇高いなとか思う人だったらば、はい、ちょっと聞いてみてください、はい、でその時にそこの代表の人は宇山さんって方なんですけども、はい、その社長は全然そのインターネットとかできない人なんで、うん、YouTube の一越庵チャンネルを見てって言われると多分意味がよく分かんないと思うので、一越庵から紹介ですって言ってもらえたら大体なんかああなるほどねっていう話がつながると思いますので、はい、言っていただいてなんとなくつながるかなと思いますんで、はい、もしそういうことで興味があるとか、はい、お位牌新しくするとか仏壇新しくするとかっていう話もし検討をされているんであれば、近くの仏壇屋さん仏具屋さんみたいなところに行って見積もり取った上でこのメモリーライフぜひ相談していただければいいようにしてくれると思いますのでぜひ一度ちょっと聞いていただいてと、でうちはもう基本的にここで全部やってもらってます、はい、でメモリーライフさんちょっとあれなんですよ、基本的にすぐ来てくれるんで来てくれてここにこういう風にやりたいとかこれが欲しいんだけどって言うとああ分かりましたって言ってあんまりこうなんか話し合いなんか3割ぐらい聞いてなんか言っちゃうんでなんか伝わったのかなみたいなことはちょっとたまにありますけど、はいはいはい、なんかいい感じでやってくれるのでもうここの室内とかっていうのももう基本的には全部お任せとしているんで、うんうん、うちとしてはもう全面的にもう全部任せてるという感じでございます、はい、なんで、そこに任せるとこんな感じになりますっていうような感じなんですけどねこの辺もね、なんか台とか、はい、なんかいろいろここら辺にある後ろのお花とかね、あれ造花なんですけど、こういうのとかも全部用意をしていただいて、ものすごく良心的な金額でいろいろやってくれるところですんで、お寺やられてる方で、なんかこう新しいことやりたいななんていう方がいらっしゃったらば、ぜひ連絡してみてください。メモリーライフ株式会社
社、はい、代表の、社長 の、 あの携帯電話が乗ります固定電話かけても基本的に繋がらないので、はい、繋がらないというか社長と直接話した方が話が早いので、はい、携帯の電話番号載せておきます。本人に許可は後で取りますのでまあ、そんなところでね、紹介というか、普段からお世話になっているところなので、はい、皆さんにも何かの形でつながって、いいご縁になればかなと思いましたんで、ご紹介 の、 動画とさせていただきます。下に連絡先 と、ここに今出しておく部分 と、概要欄の方にも載せておきますので、ぜひ、何かこうご縁があれば連絡してみてください。その時に一悦さん、の、動画見たとか、はい、豊島の紹介ですというような形で言っていただければ、はい、なかなか話がつながると思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。登録してね。